はい、さてこれやりましょうね。6月14日、北京の、北京市の注意管理局が出した、COVID-19 に対する、ね、新型コロナウイルス肺炎に対する第5版のね、試案ってやつです。まあこんなのはどうだっていう話なんですね。その漢方薬を勉強しながら、日本の漢方とね、中国の違いなんていうのが分かると楽しいのかなと思っています。それで、まあ治療案に載っているのはまず経過観察例ね、無症状、日本でいう症状がなくて感染している例です。今だと病院に待機になるか入院させるか、ある宿泊施設に隔離になるんだろうと思います。多くはその場合の、処方、これになってるんですね。これがその場合の処方です。これプリントアウトできるように貼っておきますので、皆さんプリントアウトして見てください。でこれは1個しか、まあ、ないんですね。で、基本的に発症してませんから、発症してない方でも感染症にはかかっている、ね、COVID にかかっている方の、参考包材、どうなっているかというと、生の奥義 9g、ね、北砂仁 9g、チモ 9g、蓮行 9g、槽術 9g、そしてソヨ、ね、これソヨと言います、日本語だと 6g、括弧 6g、発火 3g と。もう何と言っても、グラム数が多いですよね。99、36の45、これ60グラムあります。60グラムの生薬、日本じゃなかなか使いません。やっぱり中国が量が多いってわかると思います。で、日本の場合、例えば感染した方が来て、症状が出てないっていう場合に、僕なら何を使うかっていうと、やっぱり朝鮮人参と奥義が入ってる薬、神器剤使うと思うんですね。いわゆる世の中でいう免疫力、体力、気力が上がると思ってますから、補中益気湯とか十全大補湯を使うと思うんですけども、そうするとまあ人気剤、人参湯になりますね。で奥義は 9g で、北砂仁ってやつが、まあ、人参もどきと思えば、これでまあ人気剤っていうことには、まあ、なるかと思います。まあどこまでこれが日本の朝鮮人参と同じかどうかは知りませんけども、僕のイメージは腎気剤もどきが入ってるんだなと。そして素養がありますから、まあ、酵素酸なんても素養でね、結構効いていますから、素養とか発火というなんかこうね、気を巡らすようなものも入ってるんだと理解できます。まあ蓮行が入ってると、僕のフローチャートでは皮膚疾患向けと分かるし、チモは冷やす薬、槽術は利水剤ですよね。まあそんなことで、まあこんな2の4の6 1 2 3 4 5 6 7 8、8個の生薬からなる漢方薬を、少なくとも北京市の候補というかね、北京市注意管理局はこれを参考包材として挙げています。感染していて無症状の場合の方が飲むね、漢方薬って意味です。さて次、成人例で、感染してる、そして明らかに症状があるって場合ですね。症状があるんですから、どんな症状かによって4つに分かれてますね。一応読むと、液蛇外反症ってのが1番、2番が病毒体肺症かな、3番が病毒閉肺症、4番が、内閉外脱症だと思います。まあそんな風な、いわゆる中医学でいう症が並んでいるんですね。ここにこう書いてあります。1ページになるように少し詰めて書きましたけども、これをご覧ください。そうすると感染していて、症状がある場合、まあ、その症状によって当然分かれるんでしょうね。1番は、液蛇外反症ってやつで、この場合には、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個の生薬からなる薬を使ってます。槽術 10g、 防腐 10g、 括弧 10g、 金銀貨 15g、
生肝臓 10g、 素葉 10g、 黄金 15g、 奥義 15g、 麦門冬 10g。 まあ僕のフローチャート3秒ルールだと、普通は感染してある程度の時期が経ってるはずです、 COVID の場合ね。そうすると小葉病気になるはずだから、だいたい最古体のはずなんですけど、最古はないんですね。もしも急性期だったら当然魔王が入ってるんですけども、魔王がないんです。ただまあ金銀花ってやつが入ってますから、これは銀行さんって言って、中医学ではね、風邪では結構有名な薬ね、その主役が金銀花なんですね。だからそれが入っているってことでもわかると思います。でもなんて言っても分量多いですよね。10、10、10、15、10、10、15、15、10だから 100g ぐらいトータルでありますから、まあ日本の小薬量の5倍ぐらいはね、軽く使っていると思います。で、成人の確定有症状症例の2番目ね、液毒体肺症ってなっていて、これはこの2番ね、2番ってどこだ、これここ、この話しますね、何が入ってるかね。だから、COVID に感染していて症状がある人を4つに分けてるんですよ、成人例の場合。その2番目ね、液毒体肺症ってやつでは、炙った魔王 10g ね、炒めた狂人 9g、 黄金 15g、 チモ 10g ね、白漢って読むのかな、 6g ね、生翼異人 30g、 槍術 10g、 金銀貨 15g、 蓮行 15g、 葛根 10g、 生奥義 10g、 麦門冬 15g。 これも結構すごいね、 100g 以上ね、軽くいっています。まあ、日本の量の10倍は使っているんじゃないでしょうか。これは魔王が入ってますね。だからまあ発熱があるのかななんてね、魔王と黄金が入ってますから。で、金銀貨があって、やっぱり最古はないですね。で、朝鮮人参の類も入ってないし、本当に、中医学らしいね、順番だと思います。チモは冷やす薬ね、槍術利水剤ね、翼異人はハトムギだね、生の。蓮行は僕のフローチャートでは、和漢では皮膚疾患向けになります。あと奥義が入って、麦門冬が潤いをつけると、そんな話になります。次、液毒兵敗症、それこれね、液毒兵敗症、ここですよね。これを見ると参考包材はなんと石膏 45g ね、思いっきり冷やす薬ね、炙った魔王 10g、 狂人 10g、 金銀貨 15g ね、炒めた血も 10g、水牛角 30g、 梅も 10g ね、カロコンかな、ロコン 30g、 ジリュこれミミズ 20g、 テイレキシ 15g、 赤尺 20g、 生奥義 20g、 生地 30g、 ボタンピ 15g。 これとんでもなく多いよ、足すと45足す10 55 65 80 90 120 130 150 170、205 255 270g、これは全部で 270g の生薬使ってますからね。それを煎じてます。もう中医学の量がとんでもない量だって分かりますよね、日本と比べて。これが成人確定症例、そして有症状の3番目でした。で、4番目は内閉外脱症となっています。で、4番目有症状例のね、これが、生の、さらした人参 30g、 奥義 30g ね、黒純片 15g、 丹参 30g、 麦門冬 30g で、ウコン 10g、 ジリュ 15g、 三七これ人参かな 9g、 テイレキシ 15g、 槍術 15g、 チョレイ 30g、 赤尺 15g。 これは多分人参陶器が入ってるんで、人気剤に相当するんだろうと僕は思いますね。それに麦門冬、ウコンで、ジリュなんてミミズが入っていますね。で、利水剤としては槍術とチョレイが入っているんで、結構水のアンバランス、水毒も治すということも理解できるかと思います、こんな風にね。だからまあ僕の3秒ルール理解していると、中医学もまあ大体わかるんですね。大体ともかく量がね、べらぼうに多いってわかるでしょう。次、3番、これ小児の確定症例ね、COVID-19 に感染していて症状もある場合、ね、子供です。今度は2つあって、液毒ね、運敗症となっていて子供です。炙った魔王 4g、 生石膏 20g、 チモ 9g、
杏仁 10g、生の翼仁 10g、ロコン 10g、桔梗 6g、双白皮 10g、金銀貨 10g、カッコウ 10g、子供でも結構な量ですね。さあ、子供の2番目、ね、確定していて症状がある。ね、これを液毒併愛症になってます。炙った麻黄 4g、生の石膏 20g、まあ、上と同じだ、1番目と。チモ 9g、杏仁 10g、翼仁 10g、あ、ここまで同じだね。で、カロコンの全部 10g、ね、熟大葉 5g、麦門冬 10g、低歴史 6g、水牛角 10g、自流 10g、人参 6g となっています。まあ、上と共通しているのは、炙った麻黄、石膏、チモ、杏仁、そして生の翼仁、ここまで一緒ですね。麻黄があって石膏があるから、麻黄管石糖っぽいんで、つまり汗を止めるようになってますね。だから子供の確定症例では、まあ、チモも入っているから汗を止めるイメージの組み合わせになっているのかなと。わかんのと言い過ぎですよ。僕中医学は全然プロじゃないからね。でもまあ僕が見てもそんな風に理解できるっていうことです。さあ次4番目、4番目は回復例ね。回復してきた場合にどんな漢方を使うかっていう話になっています。で3つあって、1番が気陽両虚症ね。これは参考法剤は、サジン 15g、麦門冬 15g、生の奥義 15g、新曲 20g、赤尺ね。中国は赤尺と白尺があるのね。15g、双白皮 15g、自己皮 15g、木槌 15g、石膏 15g、生地黄 15g。これだって結構多いですよ。ね。15に相当するのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ150g ありますからね、回復期。で2番目、回復期が人肺不足症だとすると参考法剤は人参 10g、山椒 20g、熟地黄 10g、山薬 15g、牡丹皮 10g、茯苓 15g、タクシャ 15g、クコシ 10g、尖角草 30g、五質 15g、炒めた白術 15g。これここね、そうなってます。そして最後、ね、回復症例の最後、ね、炭素粗落症という場合には、参考法剤はタンジン 15g、ね、炒めた翼仁の米、ね、だからハトムギの米かな、30g、トウジン 15g、サジン 15g、トウニン 6g、ね、カロ 20g、コウボク 10g、ロコン 30g、オミナイシかな、これ 30g、そしてバイモが 10g というのがこれです。なんとすごいね。それでちょうどこの2番目に今は書いてないんだけども、ここにこれは生薬を足してるでしょ。中国で売ってるすでにできている中薬として進めるよっていうのが、2つ書いてあって、あ、3つ書いてあって、そのうちの2つが冬虫夏草と不愛矢っていうことでしたね。そういうことで、中国の今ね、中医の立場からこんな風に、COVID-19 に頑張っているよというのが垣間見れますので、ぜひ皆さん、北京ね、北京市中医管理局のホームページもなんとなく見てもらうとちょっと共感が湧くのかなと思います。はい、以上でした。